最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はマーケトリー、マーケトリー先頭。2番手はアイルトンノーブル。あと 200m、 マーケトリー先頭だ。リードは1マシン。後続の足色はどうか。一気にザウィックドノース、マーケトリー、マーケトリー1着。2着にはどうやらザウィックドノース。勝ったのはマーケトリー。見事な勝利です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ギャラントブランド好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。リーチタップ前に行きそうです。キャピタルスペシャル、それに続いています。さらにはギャラントブランド10番ロックソング、その後ろ。それでは先頭から桜爆心王先手を取りました。その外からリーチタップ、内からはキャピタルスペシャル、青の帽子ファントムチケット、その後ろ。内からはローズゲーリック並んで2番ストップザオフ、その外にハッピーカレント。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。桜爆心王先頭、差はほとんどない。残り 200m、 桜爆心王先頭だ。残り 100m、 桜爆心王先頭。ロックソング食らいつく。やはり強い桜爆心王。先頭は桜爆心王、一着でゴール。桜爆心王一着、二着にはどうやらロックソング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はマルブツサンキスト、名杯ビクトリー先頭。2番手はマルブツサンキスト、追いすがります。さあコロットサンダー一気に来た。あと 200m、 名杯ビクトリー先頭だ。残り 100m、 コロットサンダー抜けた。名杯ビクトリー追いすがります。先頭はコロットサンダー、1着でゴール。コロットサンダー1着、2着にはどうやら名杯ビクトリー。コロットサンダー見事1番人気に応えました。